どうも、キューチクでかい、今田です。おしゃおしゃ、どうぞ。ドロリッチ。課金中。バレるぞ、お前から。というわけでですね、今回、マズラビデオ、都市伝説シリーズでございます。くちゃ。というわけでですね、都市伝説に非常に詳しいこの方、ミスター関を呼んでおります。あーはーこんにちは。よろしくお願いします。ミスター関、今までしか遊ばれんだよ。新キャラだな。今回の都市伝説は、今から44年前に埼玉県秩父市で顔の向けた女性の幽霊が出現するという目撃談が頻発したのね。というわけでですね、今回はそのドロドロの幽霊について触れていきたいと思います。秩父市に現れた顔の溶けた女性の幽霊、これは埼玉県の秩父市の寺尾というところで発祥した都市伝説なのね。誰やねん寺尾さんじゃねえよ。そして秩父市では1976年の夏ぐらいから徐々に顔の溶けた女性の幽霊の目撃談が頻繁に飛び交うようになって、一番有名な目撃談はタクシーの運転手の話なんだけれども、夜中に寺尾周辺でタクシーを走らせていると黒いセーターを着た女性がうずくまっているのを発見したらしいよね。そして真夏なのにセーターを着ている上に夜中だったこともあって、何かあったのかと心配したタクシーの運転手は車を止めてセーターの女性に声をかけた。するとその声に反応して女性は顔を上げたんだけれども、なんとその女性の顔はドロドロに溶けていたらしい。熱いんじゃない？チョコレートがこいつ。ちなみにこの目撃談以外にも頻繁に幽霊が目撃されるようになって、その目撃談の全ては黒いセーターを着ていてドロドロに顔を溶けているという共通点があったらしいのよ。ただチョコレートのように甘くはないんだよね。惚れちゃうぞ人じゃ。そして一番目撃談が多かったのは寺尾にある貯水槽周辺なんだけれども、その近くにあった岩にお化けが出ると書き込まれたりしたんだ。そしてその岩は誰も触っていないのに毎日少しずつ動くという怪異現象も起きてたらしい。秩父はそういうとこ神の国だな。そして幽霊が目撃されてから約1年後、ついにこの女性の正体が判明するのね。この事件が明るみに出たのは1977年の12月9日、秩父の消防団員の一人が業務の一環で寺尾にある貯水槽を開けたところ、中から強烈な腐敗臭がしたらしい。そして不審に思いながらも真っ暗な貯水槽の中を目を凝らしてよく見てみると、中にうつ伏せの死体が浮かんでいたのよ。そして消防団員は慌てて警察に通報して、駆けつけた警察や警察関係者は貯水槽から死体を引き上げたんだけれども、その遺体は完全に腐っていて顔は判別できないぐらいドロドロに溶けていたのよ。そう、シチューだと思ってたお前。そしてその遺体は黒いセーターを着用していたのよ。完全にあれだね。エッチって言え。そして実際に週刊誌にも取り上げられた事件で、遺体の腐敗が激しかったせいで難解な事件になるかと思いきや、捜査が始まって3日で犯人が捕まるというスピード解決を見せるのね。虫歯の治療と行方不明者として登録されている人を照合した結果、すぐに遺体の身元が判明したのよ。この女性は1年前から行方不明として届け出を出されていた地元の21歳の女性だったのね。そしてこの事件の犯人として逮捕されたのは、なんと女性の元恋人で、男性は事情聴取された時に自ら犯行を自供したらしいのよ。そしてその遺体を遺棄した時期はちょうど幽霊が目撃されるようになった時期と同じで、しかもショッキングなことに女性は妊娠6ヶ月だったらしいのね。何のおえつだお前。ちなみに今は貯水槽も取り壊されて、事件が解決された以降幽霊の目撃談がなくなったらしいのよ。その人は貯水出産したの。魚が生まれるだろお前。